ダヴィンチ・リゾルブ。はい。これ相変わらず前回から引き続きダヴィンチ・リゾルブに行きます。ダヴィンチ・リゾルブね、やっとね、できました連携が。あのー、と、プレミアじゃなくて、ファイナルカットプロ10とね、できました。これは、えー、っと、前回の配信の時にできないって言ったんですけど、何をどうしたのかちょっと僕は覚えてないっていうか何もしてないつもりなんですが、新しく新規でプロジェクトを立ち上げて、 で、この、カワテレビの、今の、ファイナルカットプロ10の方で、えー、ちょっと、ファイナルカットプロ10の方で、こう、編集した。あ、ちょっと今、ハードディス固まってる。なんか、うん、なんか、すごいエラーが出ましたけど、なんだろ、うこれ。気にせず行きましょう。こういうふうに、よいしょ、なんだろう。 <laughs> 不思議ですね、これ。えー、っと、この、ああ、なんだなんだ。ちょっとエラが出まくるな。一旦消しましょう。こういう風に作り、この街いいねっていう、川口 MAXTV の1コーナーの編集を新規プロジェクトで作り上げて、それを単純にファイルの方から、えー、コンプレッサーじゃなくて、 えー、プロジェクト XML を書き出すと選択してやってでそそれをこの、えー、ダヴィンチリゾルブの方で読み込んだら何の何のこともなくただ OK ボタンを押す23回押すだけで一応エラーは出ましたが特に問題はまあなくちょっと BGM が書けましたけど映像の方は問題なくすべて読み込みました えっと、あ、ファイナルカットプロテインを落としてダ、ダヴィンチリズル,ルブ立ち上げたら何もエラーが出ないですね。何なんだろう。で、こういう風に読み込めて、今まで読み込めなかったんですよ、まあ。たまにね、なんかこう画面がブルーになったり、このサムネイルがブルーになったりするんですけど、こ,これはビデオカードの問題なのか何なのか。うん。一応本編の映像には影響がないんで無視はしてるんですが、こういうのを何だろう。サポートされてる GPU だと、 だいぶね改善されたりするのかなでこんな感じにでき編集されてるのが全くもう綺麗にファイナルカットプロテンで作り上げたタイムラインがほぼ再現されてるっていう状態その黒みの部分とかは座布団の部分とかはなぜかこうダ・ヴィンチの方ではただの空白みたいになっちゃうんですがひとまず一応このオープニングの音と ちょっと何か来ました、ちょっとちょっと今、えー、お客さんが、お客さんがっていうか、うん、ちょっと、ね、来客があったんで、ちょっと席外しましたけど、てっきりねこう、マックプロ届いたかななんてね、ちょっと一瞬淡い期待抱いちゃったんですけど、まあ甘かったな <laughs> あの、通知すらまた来てないし、それ来るわけもないんですが、うーんと、えー、どこまで話しましたっけ、あ、そうだ、えー、ダヴィンチだ、ダヴィンチの方で。 えそれでタイムラインの方にこういうふうに再現されてるんですけど今あの結構綺麗にね大体尺としては3分ちょいぐらいかなの映像がこうずらずらーっと並んでいてえっとトランジションの方も角ほぼ完全に再現されてるような状態になってるんですがえっとこの画面だとちょっと分かりづらいかな しかもちなみにタイムトランジションをかけてるのになんか反映されてないように見えるな。あ,あ、そっか。この時はまだかけてないんだ。いいのか。で、これで、えー、書き出したものをまたファイナルカット、えっ、ー、と、この画面内の下の方にあるタブで一番右側の方にあるデリバーっていうのがあるんですが、ここで書き出すんですけど、ここの方のプリセットでですね、ファイナルカットプロ XML ラウンドトリップっていうのがあるんですよね。 うん、これで書き出してやればたて、えーっとこの、まず動画はレンダリングされますね。映像はレンダリング、個別のファイルとしてレンダリングされます。このアウトプットのオプションの方のレンダー e r t i イン l i n インデ s i バイデュアルソースクリップっていうのをやると、個別に、個別に、えー、各ファイルが書き出される。逆にこの、多分これ試してないんですけど、このシングルクリップってやると、多分一つずつの 動画として書き出されちゃうんで、これやっちゃったらもうアウトですよね。ほとんど、あの編集、幅がなくなっちゃうから。うん、とりあえず、このインディバイデ u アルソースクリップズっていうのをね、選択して、まあ、デフォルトで選択されてるんで、した状態で、つらつらつらっと一気、書き出しをしますが、ここで僕すごくつまずいたんです、実は。どんなにね、あの書き出し何回やっても、あの、最初のオープニングしはなぜか書き出されないんですよ。 この、この街いいねって出てるところですね。これなんでだろうなと、ずっと頭を悩ませて選択、複数選択してないからかなとか、こういうふうにこうコマンドを押しながらクリックしていって、いろんなサムネイルをね、選択した状態でや試したりしても解決できなかったんですね。で、えー、これ、ここです、結局は。このも、この僕ね、これ僕だけなのかな、これ。 いろいろ検索してもね、同じような問題に引っかかっているような人っていなかったんで、多分僕だけなんですけど、この、画面下の方にサムネイルが並んでるところの上にちっちゃくタイムラインがあるんですが、このタイムラインの、えー、まあ、プレミアとかでいうとワークエリアってでしたっけあのレンダリングする範囲を決めるような範囲があるんですけど、これの、これらしいんですよ。この範囲が初めのそのオープニングしか指してなかったので、 け出されてなかったんですけどこれね、左クリックで実は伸ばせないんですね。<laughs> なんか知んないけど。いじれないんですよ。デフォルトで。どんなにこう、今クリックしてね、画面ガンガンスクラブしてますけど、画面っていうかこの範囲か、動かないんですね。どうすんのかなって。で、これをうすうす気づいたんだけど、でもこれいじれないから、これじゃないんだろうと思って。何回か試した後に、試しにこう、まあどっかで右クリックして、こう、 なんちゃらなんちゃら適当に触ってみたみたいなのやってるとこういうふうに全部選択できたんですよねこの範囲が一気に最後まで伸びる,伸びるんですよこれで全部かけ出せたやっとっていうことで一応解決してで無事かけ出された動画がえ今画面の方に映し出そうとしているえーっとこれかな このカワーテレビの方にデフォルダの中にですね、XML が書き出されるようにしたので、書き出されて XML ファイルをダブルクリックすると、自然と、何も考えずに Final Cut Pro が立ち上がって、この今書き出した動画も全部読み込み直して配置されます。で、されたのが、さっきお見せした Final Cut Pro の画面なんですけど、 えー、そこで最後にちょっと文字をテキストを載せたりとかあとはトランジションかとかをこう追加したりなんかしてよしまあとこれね一応、まあ、今手順っていうかそういうことをちょっと軽く話してきましたけど効果あのー、ダビンチ・リゾルブの効果これあのすごくいいなという言って正直な感想ですね本当にいいですこれはあのー、ね どこはどういいかっていうのがねちょっといまいちこう言いづらいんですけど言葉で伝えるの難しいんですがこの今回の「このまちいの、えー、舞台になったのって、まあ、川口場所は川口の、えー、ペットハウペット、まあ、トリミングとかあとはホテルとかやってるようなちょっと広々とした部屋なんですけどこの部屋例えばいじる時に、うん、ときに、まあ、ファイナルカットだったら中間の 明度を上げるとと全体が白ちくなっちゃっゃたりとかね浮くんですよねこの茶色、まあこの背景にある茶色い板の部分とかがねすごく薄くなって彩度が下が下るっていうんですかねうんあとはまあ白明るい部分もすぐ飛んじゃうんですけどダーヴィンチの方で同じような作業をしてもサイドとかっていうのをしっかりねこう保ったままメリハリのある感じでね色がねダイナミックに変わってってくれるんで。 まあ一応今はそのノートとかっていうのを試してはないんですけどめんどくさくて試してないんですけどでもすごく全然いいですねあのファイナルカットみたいに本当にすぐ汚くなったりしなくて結構いじれる感じこの 5DM3 a r k で撮ったチャッチデータでもねうんなかなか白も飛ばずに黒も潰れずサイドも落とさずに比較的楽に編集っていうか色を 調節コントロールすることができるんだなぁと思いますね。まああとは書き出し。うん。こういう感じでね、全体的にハイにしてるんですけど、ハイキーにね。うん、わざと。まあ元のやつはだいたいこんな感じなのでね、元もまあ明るいっちゃ明るいんですか。えー ちょっと角度も、あの、角度もちょっと間違いで傾いたりしたのを直しつつ、うん、こういうふうに、視野がいりました。カーテレビの方で配信するのは、今月の30日、あと2日後、なんでね、お時間がある方はぜひね、ちょっとあの、チェックしてください。はい。で、いったところで、ダビンチ・リゾルブの方も、あ、そうだ、最後、ダビンチ・リゾルブで最後です。あの、めちゃくちゃ重いです。ダビンチ・リゾルブ、あのね、レンダリングしてる時はやばい。 前も思いって言いましたけど、そういう次元じゃなかった。レンダリングしてるときの重さが、やばいですあの。CPU はほとんど食わないんですよ。60%とかね。このアクティビティモニターで見てる限りは CPU はあまり食わないんだけど、なぜか、まあ、Mac mini がすごくうなるんですよ。ものすごく唸なるんですね。んで、あの画面の描写が全くできなくなります。Web ページとかも開けない。全く開けない。フラッシュとかも全部プラグインのエラーが出る。 遅すぎて反応しませんでしたっていうエラーが出るんです。それぐらいもう10分は言い過ぎたけど3分とか5分ぐらい待たなきゃ画面が出ないぐらい。1画面がね。重くなるんです。もうめちゃくちゃ重い。な、多分これ GPU の方を使ってるから GPU のリソースを全部食っちゃってるんですよね。CPU はあんまり使ってないっていうことは。だからその描画とかに関する全ての、なんだかな、ものに こうすっごく負担がかかるらしく全く何もできなくなっちゃいますこれがと Mac Pro とかなんとかってね iMac とか MacBook Pro とかのディスクリート GPU とかっていうふうになあるやつになってくるとまた変わってくるのかもしれないんですけどまあひとまずねあの、うん、ダヴィンチ・リゾルブで書き出してるときは何もするなと言ったのが、まあ、いいんじゃないかなと思いますでダヴィンチ・リゾルブの関する報告というか話は以上